皆さん、こんばんは。今回のテーマは、ゴロタ浜でメタルジグを使って、根掛かりせずに、アコウやガシラといった根魚を釣る方法をお伝えします。メタルジグが釣れるというのは、あなた自身の経験や、各メーカーのフィールドスタッフさんが、それこそ YouTube 動画で釣っているシーンをアップしていますから、ご存知の方も多いかと思いますが、どうもメタルジグを使うのが億劫になってしまうという方も多いんじゃないでしょうか。その理由の一つに、根掛かりがしてしまうということがありませんか？キャストしてボトム着底後、さあアクションをさせようかなと思うと、あれ引っかかってるという経験を一度でもしてしまうと、もう二度とメタルジグは使わないという考えになってしまうのも無理はありません。ですが、メタルジグを使いこなすと、根魚をワームだけ使っている時の倍以上超過を上げることも可能です。何せ円筒が効きますから、誰も攻めていない美味しいポイントを直撃できるわけです。また特にアコウなんかは、7月の中旬以降は魚食性が高くなって、ボトムにべったりのワームにはちょっとね、反応が鈍くなる時があるんですね。そういった時にメタルジグを使うと爆釣する時もあります。いや、それは分かってるんだけど、根掛かりするのが嫌だから使わないんだよということですよね。そこで今回は根掛かりしない方法をお伝えするわけです。といっても何も、100% 根掛かりしないというわけではありません。もちろん引っかかってなくなってしまう時もありますが、かなりの確率で1日使っても無事に生還できる方法です。その方法がこのリアフック、後ろ側についてる3本の針、トリプルフックですね。これをこのようなシングルフックに交換するんですよ。たったこれだけでかなりの確率で根掛かりを防ぐことができます。簡単でしょ。他に2本針がついたタイプの地獄針という針もありますが、それでも OK です。そしてメタルジグの重さは何グラムがいいのかというと、私のメインフィールドの若狭湾や越前海岸では比較的浅いエリアが多く、岸から届く範囲はほとんどが5メートルぐらいまでの深さのポイントではないかと思います。ですので20グラム以上の重さを使うと、これまたもうすぐにね、根掛かりしてしまいます。そこで私なりにいろいろ使ってみた結果、5グラムから10グラムの間のメタルジグが飛距離も出て根掛かりもしづらくて、さらにたくさんの魚が釣れるということが判明いたしました。そこで今回はその5グラムから10グラムのちょうど中間の 7.5 グラム、そうです、もう一回言いますと、5グラムから10グラムの中間の 7.5 グラムのメタルジグを使ってみました。そんな 7.5 グラムという中途半端な重さのメタルジグってあるんですかと思ったかもしれませんけど、それがね、今回使用したこの、プリズナー CV というメタルジグです。これはですね、購入時にこのリアフックが付いてないんですよ。ですので、こういったシングルフックですね、こういうスプリットリングをつけて使うという形になります。このリアフックに関してなんですけども、
例えばアジとかメバルを釣る場合はほとんどこの最初からついてるこのフロントフックの方にかかるんですよ。ですのでもうこのねリアフックでなくても本来なら全く問題ないんですよ。ですがいろいろ試してみた結果どうもねアコウとかガシラといった根魚系はねこの後ろ側のリアフックにかかる場合が多いんですよ。そこでこのようにリアフックをつけるわけなんですね。こんな感じです。ちなみに先ほどお伝えしましたけどもこれがトリプルフックをつけてしまうともう速攻で根がかりしてしまいます。そしてこの 7.5g のメタルジグを使う際に相性のいいタックルですけども、このようなエギングタックルで全く問題ないと思います。これはですね秋イカ用の比較的柔らかいタイプのロッドですね。そしてスピニングリールの、2500番台をつけています。で、ラインが PE の 0.65、まあ、もうちょっと太くてもいいかもしれないですね。 0.85 もしくは1号ぐらいでもいいかもしれません。そしてリーダーにフロロカーボンの8ポンドをつけています。エギングタックルをお持ちでない場合はバス用のタックルとかでも全く問題ございませんからまずはそれで始めてみてはいかがでしょうか。今回はですねこの金色のタイプのメタルジグを使いましたけどもこのように無事生還いたしました。ちょっとね塗装は、だいぶ剥げてきて、違う色が出てますけどもこのようにね無事生還してますからぜひこのメタルジグをですね思う存分活用していただければなと思います。そして実際の動かし方ですけどもこれはですね次の実調動画本編でお伝えしていますのでそちらをご参考ください。それでは実調動画本編となります。どうぞご覧ください。
Mm-hmm.